Peggy 12. PS4 のナンバリングをどうやって作るか、一体何をもってすればナンバリングとしてお客様に認めていただけるのかっていうのがいつも悩むところですね。PS4 の、初期のコンセプトには割と明確に、コーンさんの方からこういうお題が、挙げられました。空のジャングルジムを作ってくれ。思ったことを実現するっていうのは非常に苦労しましたね。ただまあ日本のそのプロジェクトエース HQ にあたる人たちっていうのはもう本当十数年来僕と一緒にエースコンバットを作っている人たちなんで、一番驚かされるのはその昔からやられてる方っていうのの、そのこだわりであったりとか、それはもうゲームデザインだけじゃなくてアートであったりとかエンジニア全てにおいてそのこだわりっていうのは本当にすごくて、やっぱりその細部の細部まで突き詰めなければいけない。本当些細なところでも気になるなっていうところを、ここ俺的には本当気に入らないんだけど直してもらえないっていうことを話すと、あ、もうそれはもう指摘されると思ってました、分かってましたっていうんですね。まあでもそういうやり取りを楽しめるっていう雰囲気だったりとかっていうのがやっぱり作品にそのまま出ていくので、今回のエースコンバット7については、まあ、まずはやっぱり何よりも空の表現力だと思います。トゥルスカイという技術を使って、まあ、ボリュームレンダリングも目の前にちゃんと雲があるという状態を描けている。で、その空の中で飛ぶことができるっていうところは、まあ、まず見た目のインパクトとしてはすごいと思います。雲そのものは水の水滴の集まり、そこに突入するとキャノピーに水滴が付着してあっという間に流れ去っていく。実は空にはこんなに表情がいっぱいあるんだと、それはまあ時間帯もありますし、でその中で敵と戦うっていうのは、あ、こんなに戦略的にも変わってくるんだ。遮蔽物として敵から隠れたり逃れたり、エースコンバットってゲーム中にストーリーが進行していくんですよね。それがキャラクターが出てきて喋るわけではない、本当に無線で聞こえてくる声だけでストーリーが展開していくんですね。なので状況がすごいつかみづらいゲームではあるんですよ。ただいかのようにもドラマチックができるっていう反面を持っていて、そこで重要なのが音楽の力ですね。小林はやっぱり天才肌なんです。すごい僕の期待を本当に超えてくるような曲を書いてくれる唯一の作曲家だと本当に思っています。ただそこまで行き着くまではすごい大変な人でもありますね。糸井さんはね、まあでもすごく設定をやっぱり頭の中に何遍も織り込んでる人ですね。決定しなければいけない立場にあるから悩みに悩んでる姿がもう真っ先に浮かびますね。まず小林といつも話すときは、その作品で、どうやって音楽でその作品を表していくのか、その作品にとってテーマとなる音楽は何なのか、それはテーマってメロディーとかではなくて、どっちかというと楽器だったり演奏方法だったり、結構もっと細かいものなんですけど、そこを最初小林と結構時間をかけて話します。何遍も会いましたね。そしてずっと決まりませんでしたね。一体何を核にすればいいのか、 AS7 の核って何だと。小林がよし分かったって言って帰るんですけど、戻ってきてできた曲は全然違う曲なんですよ困っちゃってで言ってることと違うじゃないかみたいな話をすると、それは言ってることは分かるけど無理だみたいな話になってきて、それで大体喧嘩になるんですよね。でその喧嘩が大体3回ぐらいあって、小林が根負けするとすごいいいものが出来上がります